キュリーの法則。常時性物質においては、その物質の時価は、ほぼかけられた磁場に、性比例する。しかし、もし物質が熱せられていると、この線形性は消失する、一定の磁場については、時価は、ほぼ温度に、反比例する。この事実は、キュリーの法則にまとめられる。ここで、また、時価率フォーミュラ号を用いて、以下のように書くこともできる。 この関係は1895年にピエール・キュリーにより実験結果が想定されるモデルに適合するように調整されつつ実験的に発見された。その後、ポール・ランジバンが理論的に導出した以下を参照。そのため、キュリー・ランジバンの法則とも呼ばれる。この法則は高温、または弱い磁場についてのみ成り立つ。以下で導く通り低温。 または、強磁場のような反対側の極限では磁化は飽和する。なお、強磁性体や反強磁性体では、キュリーの法則を拡張したキュリーワイスの法則が、ほぼ成り立っている。単純なツ磁性体のモデルとして、互いに相互作用をしない粒子で構成されている物質を、考える。それぞれの粒子は、フォーミュラ6で与えられる磁気モーメントを持つ。 磁場中における磁気モーメントのエネルギーは以下で与えられる。計算を簡単にするために二状態の粒子を考える。二状態とは粒子の磁気モーメントが磁場に対して平行、平行で向きも同じと半平行、平行だが向きは逆のどちらかを取ることができるということを意味する。よって磁気モーメントに許される値はフォーミュラ7またはフォーミュラ8である。 この模型を、イジング模型と呼ぶ。この場合、各粒子は、か、のどちらかのエネルギーを持つことができる。次に、粒子が磁場の方向に向くときの向きやすさを考える。この向きやすさを直方ラナ7の期待値で考える。ここで粒子の配光の確率は、そのボルツマン因子によって与えられており。 さらに確率は分配関数フォーミュラ10で割ることによって正規化されているよって全確率の和は1である。1粒子の分配関数は以下で与えられる。以上よりこの単純な場合には次式の1粒子あたりの時価の期待値を得る。さらに個体の時価の総量は次の式で与えられる。フォーミュラ11上記の公式は ランジュ版の常時性方程式などと呼ばれる。ピエール・キュリーは実験において比較的高温の場合や低磁場の場合におけるこの法則の禁止器を発見した。このランジュ版の求めた磁場がフォーミュラ3が大きくフォーミュラ13が小さいという特別な条件下でどのように表されるかを見てみよう。温度が上昇し磁場が減少するに従い。 フォーミュラ14の引数が減少していく。すなわちフォーミュラ15となる。ここで、フォーミュラ16の場合フォーミュラ17という禁止が成り立ち、よって直フォーミュラ1は、フォーミュラ19と表すことができる。以上より、キュリーの法則を証明することができた。なお、キュリー定数フォーミュラ4はフォーミュラ21である。また反対に、 低温や高磁場の状況では自家フォーミュラ22は最大値フォーミュラ23に全近す。これはすべての粒子が完全に磁場の方向へと整列していることを意味している。粒子が任意のスピン、たくさんのスピン状態を持っている場合、自家率の公式は少し複雑になる。このより一般的な公式とその同質にはブリルアン関数を参照すること。 スピンが無限に近づくにつれ、時価の公式は以下の不死で導出する古典的な値に近づいていく。常時性事故が古典的な自由に回転する磁気モーメントであると考えられる場合には異なる扱いが適用される。この場合、磁気モーメントの状態は玉座標における角度で表すことができる。また一つあたりのエネルギーフォーミュラ24は以下で表される。 ここで、フォーミュラ25は、磁気モーメントと磁場の間の角度である。なお、ここでは、磁場は、フォーミュラ26軸方向を向いているとする。対応する分配関数フォーミュラ10は、以下で表される。この表現を見ればわかるように、分配関数フォーミュラ10は、角度フォーミュラ29によらない。よって、変数フォーミュラ29をフォーミュラ31と変えることができ。 以下の式を得る。よって、次下のフォーミュラ26成分の期待値は以下となる。フォーミュラ26以外は、フォーミュラ29についての積分より例とみなされるため、計算を簡単にするために、フォーミュラ10の微分を用いて表すと以下となる。この計算簡略化のアプローチは前述の量子統計力学のモデルの計算でも用いることができるが、 もともと計算が複雑ではないため利用する利点は少ない。これを計算することにより次の式を得る。ここで関数フォーミュラ36はで表されるランジュ版関数である。ランジュ版関数は引数フォーミュラ37が小さい場合にはフォーミュラ38と禁止され反対に引数フォーミュラ37が大きい場合には1に全禁する。これより 蒸気のフォーミュラ40は、引数が小さいときには、キュリーの法則に従った振る舞いをするが、キュリー定数は1、3の大きさとなる。また、引数が大きいときには、量子統計力学での導出と同様、最大値フォーミュラ23へと前進する。キュリーの法則は、磁期温度計の原理として用いられている。磁期温度計を用いると、極低温を測定することができる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。